はい、ビットコイン分裂問題アップデートということで、7月21日の最新の情報を放送します、一応。昨日ですか、2日前ですかね、分裂問題、今後こういうふうなシナリオが考えられますっていうのをいくつか紹介したんですけど、もうこの時点で動きがあって、シナリオのいくつかはもう、除外できるようになったので、アップデートします。はい。今のところいい感じで進んでるんですけど、現状の最新アップデートですね、91が無事にロックインしました。で、アクティベートは7月23日の夜、7時っていうふうに確か予想されてたと思うんですけど、大体、ブロックでカウントするので正確な時間ではないんですけど、48時間以内ですね。で、これどういう仕組みかっていうと、ロックインっていうのは要は2日後に、8割以上の人が同意したら2日後にこれを始めますよっていう、約束をするのにある種近いので、あれですね、なんかのじゃあ打ち上げをしましょうって言って、じゃああさってねって言って決めた状態です。なのでイベントの時間がもう23日の夜っていうのが決まったんですけど、これから注意しなくちゃいけないのは、果たしてじゃあ23日の夜に、打ち上げの例で言えばみんな本当に現れるのか、ドタキャンとかがないのかとか、そういう話ですね。ただ今のところは前倒しのスケジュールで順調に来てまして、現在の様子を見ると、おそらく8月1日の USF VIP148 は回避されそうだということになりそうです。で、ビットメイン、ちょっとビットメインが協力的に本当になるのかってところが言われてたんですけど、今のところ協力的で問題なく進んでいる可能性が高いです。で、8月1日はなので最悪の事態避けられそうだって感じになってきてるんですけど、同時に分裂する危機があるとしたらば、分裂っていうか、ソフトフォークによる、リオーグのリスクとかですね、が起きるのは8月1日から7月の23日、あさってになったので、ちょっとここあたり、23日あたり、アクティベーション前後、気をつけた方がいいっていう状態になってます。もう少し説明しますと、懸念、注意すべき点ですね。23日の VIP91 がアクティベーションした直後に、リオーグ再編成が起こる可能性があってですね、ちょっとこの仕組みは、ビデオのリンク貼っておくので、見てほしいんですけど、基本的には VIP148USF のリスクで話したのと同じ内容なんですけど、マイナーが意図的に攻撃して、なのでさっき言ったみたいに VIP91 ロックインしたんだけど、直前にやっぱり俺たちはそんなのやらないって言って、大半のマイナーが、VIP91 をシグナルしないとかってなると、ネットワークが2つに分岐する可能性があります。で、USF の説明でしたみたいなワイプアウトのリスクがあったりとか、そういうのが、理論的にはあり得る。で、マイナーは今のところすごい協力的にビットメインとかも含めですね、協力的に動いてるんですけど、もしかしたら直前で何かしらまたよくわからない攻撃みたいなのがあるかもしれないです。で、どちらかというと、ただそれは自分は可能性低いと思ってて、ただあり得るとしたらばですね、BTC1 と、コアの 91、VIP91 のパッチを加えてるバージョンがですね、うまく挙動しなくて、バグがあったりとかしてですね、わざとじゃないんだけど、意図せずに、オーファンリスクが増加して、ネットワークが2つに分岐してしまうっていう可能性も、なくはない。ので、うまくいくことを、まだ、コア開発者とかも含めて、まだ VIP91 の、コードをちゃんと精査してる、ギリギリですけど、精査してるみたいな状況みたいですけど、もしかしたら、誰かのせいとかではなく、ネットワークが短期的に分岐してしまう可能性はあります。ただ、わざと攻撃してるんじゃなかったら、おそらく数ブロック以内くらいにこれは解決されるんじゃないのかなと思っていて、じゃないとマイナーもめちゃくちゃ利益失っちゃうことになるので、自分の想定してるシナリオではあんまり可能性は高くないかなって思うんですけど、ユーザーはですね、ただ23日のアクティベート前後は送金などは念のため控えておいた方がいいかなっていうふうに思ってます。取引所も一部すでに声明を出していまして、23日のアクティベート前後は入出金を停止しますっていう対応をしているところが多いみたいです。はい。
じゃあ他にですね、注目すべき動きなんですけど、まず見なくちゃいけないのは当たり前といえば当たり前なんですけど、ビットメインの自販が、まあ、なんか 変なというか、またなんかこう新しい展開を、ね、見せないかっていう発言はチェックしておいた方がいいと思います。もしかしたら前倒しで UHF するとかいう可能性もゼロではないのでね、はい。あとはですね、 UAS 側の動きで BIP148 は、まあ、回避されそうだっていう風になったんですけど、これは前提として8月1日に BIP148 が発動するっていうプレッシャーがあるから、まあ、今みんなかなり急いで頑張ってるってところもあるので、まあ、UAS 側は引き続きプレッシャーを与え続ける必要があ あるのかなと個人的には思ってます。この時点でじゃあ例えば、あ、なんか BIP90BIP148 やっぱやらないよねみたいになると、あ、じゃあまあ、あの先延ばしできるじゃんっていう風になっちゃう可能性もまああるので、まあ、BIP148 社は多分今後もガンガン、まあ演技のところもあるかもしれないですけど、プレッシャーかけてくんだろうなって思います。でもう一つ、これかなり重要なんですけど、ビットコインキャッシュ派の動きですね。すでにコインベースがビットコインキャッシュは使わないっていう発言をしてますけど、日本の取引所コインチェックとかは、8月1日に、ビットコインキャッシュ派がハードフォークをしたらば、そちらのコインも取り扱いしますと。なので取引所に今のビットコインを置いていたら、8月1日以降ハードフォークして、まあ、通常のビットコインとビットコインキャッシュ両方がユーザーに入るような形にしますっていう風な、アナウンスをしているところもすでにあります。ただし自分が使っている取引所がもしビットコインキャッシュを、対応しませんっていう風になったらば、先にですね、8月1日以前にコインを動かしておく必要がある可能性も出てくるので、まあ、それは見ておいた方がいいと思います、ユーザーとしては。まあ、自分のコインを置いている取引所が扱えますって言ったら、まあ何もしなくて多分大丈夫なんですけど、一応チェックしておいた方がいいです。もしかしたら日本の取引所内でも割れるかもしれないです。ある取引所はビットコインキャッシュ上げます。他の取引所は上げませんってなる可能性があるので。で、これもですね、あとコインを動かすタイミングを間違っちゃうと、それこそ23日付近に動かそうとして利用具が発生したりすると、まあちょっとややこしいことになる可能性はあるので、そこもタイミングをちゃんと見ておいた方がいいです。かつ8月1日直前にやろうとすると、同じような風に考えている人たちがラッシュしてですね、めちゃくちゃネットワークが混雑して結局間に合わなかったとかも、まあ、ありえますからね。まあそれもチェックした方がいいでしょうってことです。はい、というわけで、まあ短いんですけどこんな感じで、まあ、動きがあったんですけど、まあ、BIP91 がロックインしたということで、まあいい流れにはなってます。で、自分の想定の範囲内でも動いてるんですけど、同時にまだ23日どうなるかっていうのがちょっと懸念が残ってるって感じですね。同時に、まあもうすでに祝い始めちゃってる人もいたりとか、価格がかなり上がったりとかあるんですけど、まああと数日内でいろいろ明らかになると思いますけど、もう少し注意した方がいいかなっていうふうに考えてます。そしてですね、23日に、BIP91 のアクティベーションのビューイングパーティー、ライブ放送をすることにしました。で、これもともとですね、ゲストに全く関係ないんですけど、丸山さんっていう、税理士の人を呼んで、23日にもともとライブ放送するつもりだったんですよ。 BIP91 とか関係なく、レアペペとかメモリーチェーンとかなんですけど、ちょうどタイミングが合いそうなので、日本時間の7月23日の7時から、BIP91 アクティベートビューイングパーティーも兼ねてちょっと放送しようと思ってるので、ぜひそちらも見てください。もしかしたらうまく問題なくいっていれば、単純に、まあ、うまくいってよかったですねって、セグウィットがこれでほぼ問題がなく、メインネットでアクティベートされそうですねっていう話になっておしまいかもしれないです。というわけで、反省会のチャンネルに登録しておけば通知がいくはずなので、まだの人はぜひそちらもよろしくお願いします。じゃあ23日にまたライブ放送するので、アクティベーション前後どうなるかちょっと注意して見ておきましょう。ではでは。